ルドルフ・フィルスト・キンスキー・フォンブ・ヒニッツ・ウント・テッターは、ボヘミアの上級貴族・キンスキー・フォンブ・ヒニッツ・ウント・テッター公爵家の第六代当主。全名は、ルドルフ・ヨーゼフ・アントン・フェルディナント・フランツ・レオンハルト、ビルヘルム・グイド。キンスキー・公・フェルディナントとその妻のケルペン・男爵夫人、マリーシャル・ロッテの間の長男として生まれ、1812年の父の落馬事故死と同時に、 公爵家の家徳を継いだ。ボヘミアンスイスの険しい山岳地帯を切り開き、主にディッタースバッハの開発を進めた。イエトジホビツエの小山ルドルフシュタインワルドルフにちなんで名付けられた。1825年5月12日に、プラハにおいて、コロレードマンスフェルト伯爵夫人、ビルヘルミーネと結婚し、着難のフェルディナント・ボナフェントラを、はじめ一男五女の6人の子女を設けた。 ありがとうございます。